オトゥス・スコップス・コノハズクとは、超高フクロウメ・フクロウカに分類されるフクロウである。愛知県の県庁に指定されている。アフリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシアの温帯から熱帯にかけて生息する。日本では、北海道、本州北部では夏鳥。本州南部では流潮。全長20センチメートル。日本に飛来する、フクロウメでは最小。東部には、 小さい害児のように見える羽毛がある。光彩は黄色。山地にある森林に生息する。夜行性で、昼間は樹上に泊まり休む。気道やキツツキのフルスを巣にする。食性は、動物食で、昆虫類、節足動物を食べる。その鳴き声から、声の仏法像の別名を持つ。本種の鳴き声は日本語では、うここう、または、仏法像と聞こえるが、 この鳴き声の主が全く別の鳥、仏法僧であると長年考えられており、仏法僧の名もその考えによって名付けられた。しかし、実際の仏法僧は、ゲッゲッゲッと濁った声で鳴く。このはずは奥深い山で夜鳴き、夏鳥で5から6月頃にしか鳴かないので、仏法僧の鳴き声の正体は長年明らかにならなかった。ただし、仏法僧の鳴き声の主が、 このはずくであると考えた者がいなかったわけではない。平安から江戸初期に描かれた仏法像の絵がいくつか現存しており、そこに描かれているのは明らかにこのはずくだったからである。近代になり改めて、仏法像がこのはずくの鳴き声であることが明らかにされたのは、ラジオ放送がきっかけであった。1935年6月7日。 日本放送協会名古屋中央放送局は、仏法僧の泣き声で有名な愛知県南下田郡、宝来寺村の宝来寺山で、仏法僧の泣き声の実況中継を全国放送で、行った。午後9時55分から30分間放送し、その間よく泣いたが、放送中や放送後に、ゲストの俳人、小木原聖泉水、歌人、川田淳、 愛知県史跡天然記念物調査員、梅村仁太郎の三人の話がうるさいという非難の電話が殺到した。これを踏まえて、翌6月8日はゲストを呼ばずに、泣き声だけにすることにし、前日と同じ時間に放送した。すると、この晩もよく泣き、放送終了後、昨日とは、打って変わって、絶賛の電話が殺到した。その後、 この放送を聞いていた人の中から、うちの飼っている鳥と同じ鳴き声だという人が現れ、その飼っている鳥を見せてもらうとその鳥は、この葉ずくであった。そのこの葉ずくは、東京、浅草の傘店で飼われていたもので、生放送中、ラジオから聞こえてきた鳴き声に誘われて、同じように泣き出したという。鳴き声も、ブ、放送と、確かに泣き、長年の謎だった、ブ、 ポーソーの主は、このはずくだということが、ようやく確認された。なお、戸川幸世に、この経過を記した、仏法像という作品がある。開発による、生息地、巣である軌道のある樹木、獲物の減少に伴い生息数は減少している。ありがとうございます。